じゃん。今日の朝は海鮮丼、480円、安い。いただきます。さあ、ごちそうさまでした。じゃあ仕事行ってきます。大観ホー香港ケンタチャンネル、ケンタです。いや、今日はね、沖縄2日目なんですけど、今日も仕事をしていかないといけないので、バリバリ仕事をしていこうと思います。そうそう、あのこれの挨拶の前に流れてた、あのなんだっけ、海鮮丼。いやー、あの朝ごはんね、ついてないホテルだったんで、まあついてないっていうか、今回は Airbnb っていうので、部屋を取ったんで、朝ごはんがないんで、あの前の晩に、スーパーで買っといた400円の朝ごはん。いやー、いい、よかった、美味しかった。サンドイッチとかでもよかったんですけど、なんか目に入ったんで、買っておきました。さあ、本日の監督はね、ネギが苦手な人いますよね。ネギは監督でね、チョンチョンで、もしネギなしにしてほしいときは、ジャオチョン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 って言います。これね、料理で食べたくないものはない方がいいと思うので、パクチーシリーズの、第2弾ということで、ネギをやってみました。本日以上です。最近またね、バイバイ。